ちょっす、流星です。今日本三景松島に来ております。で、あーちょっとあんま綺麗に見えないけど、大事件が発生して携帯を海に落とすっていう失態をやらかしてどう落としたかっていうと、このなんか隙間の空いた謎の橋をこうやって歩いてたら、普通にこの海の底に落ちてった。海の底に俺の iPhone が落ちていきました。終わった終わった。でも Uber で働けないのはちょっとマジで困るので、仙台で端末を購入しましょうかね。じゃあとりあえず仙台向かいますまさか携帯落ちるとは思ってなかったけどな仙台に着きました。そして今回はなんと特別ゲスト、東京からなんとわざわざ俺に会いに来るっていう、いや俺のこと大好き、俺のこと大好きなんだなっていう、語弊がある、キャントリープレミアムモリッツさん。キャントリーです。いくらすんだろう iPhone って。どんぐらいだった調べた感じ。わかんない。だいたい iPhone11 は11万するから。いやだから買えねえ、だから買えねえって。買いに行かないと。下調べしてくれてんじゃないの。いや俺なんか3つ店があるとこまでは分かったけど、 あと何も覚えてない。でどこにあるの。知らない。なんでそこまで見る気力なかった。まあ確かに人の iPhone のためにそこまでやる気力ないわな。そうだよ、俺今日観光しに来たんだぞ。なんで iPhone 買うんだ。 iPhone 修理店を見つけて、そこに何やら iPhone が売っているかもしれないから、とりあえず行こうという結論になりました。本当にあるんだろうな。まああるでしょ。修理してたら売ってるでしょ。ちなみに修理してないで普通に売ってる場所はないの。まああるっぽいよ。じゃあどこ行こうよ。今どこ行ったんだっけ。ブックオフとスーパーバザール、ブックオフスーパーバザールとジャンパラと2つか行って、しか行ってないで、ジャンパラで買うと。一番安かったね。一番安かった。2店舗しか見てないけど。12,000円。見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしく。